梅木社梅木社は、滋賀県彦根市の大松町にある、旧彦根藩主井家の屋敷跡。彦根城、沢口五門に近い中堀に面した、質素な屋敷で、創建は、宝暦9年頃とみられる。井家の年をとして生まれた、井伊直介が十三代彦根藩主となるまでの不遇の、時期、天保二年以後十五年を過ごした屋敷として有名で、梅木社は、直介の命名である。 本来は、お末町お屋敷あるいは、北のお屋敷の名で呼ばれていた。発掘調査により、建物は建て替えにより6基の変遷が確認されている。敷地は、国の特別史跡、彦根城跡に含まれる。中庭より、彦根範囲家では、藩主の子であっても、精神以外は、他家に養子に行くか、家臣の養子となってその家を継ぐか、あるいは寺に入るのが、決まりとされていた。 行き先が決まらない間は、父が、藩主の間は、下屋敷で一緒に暮らすが、兄が、藩主になると、城下の、控え屋敷に入ってずつ、行地で暮らすこととされていた。お末町お屋敷はそうした控え、屋敷の一つであった。控え屋敷であるため、下屋敷のような立派な建物でも、なく、素材も一段下で大名の家族の住居としては、極めて質素であり、 中級藩主の屋敷とほぼ同等である。彦根藩十代藩主、伊伊直行も、25歳で藩主を継ぐまではこのお松町、お屋敷に暮らしていた。その経験から、控え屋敷に暮らす伊家の指定教育に力を、注いだと言われる。彦根藩主の年をとして生まれた、伊伊直助は5歳の時母を失い、17歳の時、隠居していた父伊田田中が亡くなり、 弟のいい直康と共にこの控え屋敷に入った。三百票の捨てちの部屋積みの身分であった。三年余りして、直助二十歳の時、養子縁組の話があるというので弟と共に、江戸に出向くが、決まったのは、弟の縁組だけで、直助には、期待虚しく養子の話がなかった。直助はしばらく江戸にいたが彦根に帰り、次のような歌を読んでいる。 世の中をよそに見つつも埋もれ木の渦漏れておらむ心なき、身は自らを花の咲くこともない埋もれ木と同じだとして、逆境に安住の地を求めてその居宅を梅記者と名付け、それでも自分にはなすべき業があると精進した。梅記者には柳が植えられていた。直助は柳をことのほかへし、豪にも竜王者を使うことが多かった。また、直助はある時、 外出先で非常に立腹することがあったが、帰宅して庭に植えられた柳を見て、むっとして戻れば、庭に柳かなという句を読み信号を落ち着けたと言われる。なお、この屋敷には直助が、ロアンと名付けた小さな茶室があった。1985年以降の6時にわたる発掘調査で建物は6基にわたる建て替えの変遷が確認されている。重や胸からは、北。 東に放棄に属するトイレ移行を確認している。内東のトイレは依存状況が良好で、租積列で区画されたトイレ空間の中に2連の亀型給取り式トイレを確認している。亀には漏らさない工夫として羽がついており、大便用は羽まで地中に埋め込んでいるが、小便用は口をやや傾けて地上に設置している。なお、 台所胸からも三箇所トイレが確認されている。平安住時代の直助は、後に伏線となる、長野修禅に国学を、さらに相当然儒学、洋学を学んだ。禅では、右発の瞑想と呼ばれるほどであったという。書、絵、和歌のほか剣術、居合、創術、休術、宝術、従術などの武術、乗馬、茶の湯など、多数の趣味に没頭し、 特に、居合では、新神流から新神神流を開いた。茶の湯では、総刊の名を持ち、石州流を経て一派を確立した。著書、茶の湯一回州関東には有名な、一期一絵がある。他にも、能面作りに没頭し、能面作りに必要な道具を一式揃えていた。また、古刀焼、き、楽焼きにも造形が深かったという。反面では、 よ手人のような定年を抱きつつも、反面では、夜は1日4時間眠れば足りるとして、文武両道の修練に励んでおり、苦悩と屈託の多い青春であったことが伺い知れる。直助の日記として、梅記者の木がある。この館は明治4年、払い下げによって、大久保氏の所有になり、現在に至る。百八十四年の豪雪で倒壊したため、十一月十八日から、 修理に入った。この修復について、1985年2月に、彦根氏が一般公開を条件として、女性を決め、同年には、国から補助金が出ることになり、同年10月から解体し、約4年かけて、全面的に解体修理を進め、直助が住んでいた頃のように復元した。そして、1991年3月27日に、 観光記念式を行い、同年4月1日から内部も一般公開された。なお、この全面的な解体工事に合わせて発掘調査なども行われ、解体前に築後約380年とされていたものが創建法歴9年頃創建とされるなど様々な新事実が判明し、当初の大久保春尾駒沢大学教授が1991年に梅記者、 いい直おすけの青春を出版した。ありがとうございます。